ミニックスとは1987年にオランダアムステルダム自由大学の教授であるアンドリュー・タネンバウムがオペレーティングシステムの教育用に執筆した著書オペレーティングシステムズデザインインプラメンテーションの中で例として開発したユニックス系のオペレーティングシステムであるミニックスの名はミニユニックスからユニックスのソースコードが AT&T のライセンス問題により非公開に なったため、OS の教材用にユニックスバージョン7の互換システムを再設計したものである。機能上の新しさはないが、マイクロカーネル構造を採用するなど、モダンな宣伝が行われている。もともとは IBM PC をターゲットとして開発されたが、その後あたり、アミーガ、マッキントッシュ、スパークをはじめ、日本においては n e c p c 9 8 0 0シリーズにも、 移植された。初期のバージョンは非常にコンパクトであり、フロッピーディスク単体での運用もできた。2005年にリリースされたミニックス3では動作にハードディスクを要するものの割り込み、ハンドラ、プロセススケジューラ、プロセス間通信機能などを含むマイクロカーネル本体のソースコードは4000行弱に抑えられている。 1987年のリリース当初からすべてのコードは公開されていたがオープンソースではなかった。これは出版社であるプレンティスホールの意向とタネンバウム自身によるミニックスはあくまで教育用のホビーであり実用が目的ではないという考えによる。とりわけ特徴的なのはミニックスには仮想記憶が実装されていなかったことである。なお、 ライセンスは2000年に変更されて、過去のソースコードも含めて BSD ライセンスが採用されるようになった。また、バージョン3.2例からはネットブスドとの親和性を深め、コンパイラブートローダー、ユーザーランドの置き換えを順次進めている。ミニックスの実用を目的としないというポリシーに対し、ニュースグループコンプオスミニックスにおいて、 ミニックスを実用に耐える OS にしようという試みが提示された。しかし、タネンバウムは機能を追加することに否定的だったため、リーナ・ストーバルズは新たに OS を作ることを決断し、1991年10月には、ついに、リナックスバージョン0.02がリリースされるに至った。これに対し、タネンバウムは、リナックスの設計に対する批判を展開し、論争が起こった。 結果として、後発の Linux や f r e e b u s d の方が広く普及することとなったが、ミニックスのソースコードはコンパクトで、初学者にも読みやすく、教材としての目的は十分に達していると言える。多年バウムは、アムステルダム自由大学でミニックスを彼の教科書、オペレーティングシステム、設計と実装で示されている原理を例示するために作成した。 おおよそ12000行で構成された C によって書かれた Minix 1.0のカーネル、メモリマネージャー、ファイルシステムのソースコードは教科書の中に印刷されていた。プレンティスホールはまた Minix のソースコードとバイナリをリファレンスマニュアル付きでフロッピーディスクに収めリリースした。Minix 1はセブンスエディションユニックスとシステムコールの互換性がある。ネンバウムは当初、 ミニックスを IBM PC と IBM PCAT マイクロコンピュータに互換性を持つように開発していた。ミニックス1.5は1991年にリリースされ、IBM PS にマイクロチャンネルシステムへのサポートを含み、モトローラ68000とスパークのアーキテクチャに移植された。ミニックス1.5は、アタリ ST、コマドアミーが、アップルマッキントッシュ。 サンスパークステーションの各プラットフォームをサポートする。また、非公式のポートとして、インテル386と、ナショナルセミコンダクター NS32532、アームインモストランスポーピュータープロセッサーに対するものがあった。68、K ベースのアーキテクチャへの需要の衰退により、1997年にリリースされた、ミニックス2.0は X86 と、 スパークへのみ提供された。ミニックス2.0は、タネンバウムのテキストの第2版の主題であり、アルベルト・ウッドハルと共に開発され、テキストに同梱された CD ロムに収録された。ミニックス2.0はパズウックス12準拠し32ビットモードの386、プロセッサをサポートしたほか、ミニックス1.5に含まれた、アモエヴネットワークのプロトコルを TCP、 IP スタックで置き換えた。Minux VMD Minux VMD はアムステルダム自由大学の研究者によって作成された IA-32 プロセッサー用の m i n i x 2のバリアントで仮想メモリと X ウィンドウシステムのサポートを追加した。m i n i x 3 2ランニングザトップコマンド実行中の m i n i x x 1 1実行中の m i n i x m i n i x 3は 2005年10月24日、タネンバウムよって悪夢シンポジウムにおいてアナウンスされた。この OS は依然としてタネンバウムとウッドハールのテキストで用いられていたが、これは限られたリソースのシステムや組み込みコンピュータ、また高い信頼性を要求するアプリケーションで使えることを目指して包括的に再設計された。ミニックスさんは現在 IA-32 と アームアーキテクチャのシステムをサポートしている。OS はライブ CD のフォーマットで提供され、これはコンピュータにインストールすることなしに試すことができる。また、様々なバージョンの仮想化システムにも対応している。バージョン3.15は2009年11月5日にリリースされ、X11、e、EMAX、6、CC、GCC、PARL、Python、BASH。 ZSH, FTP, SSH, Telnet, Pine など400を超えるユニックスのユーティリティプログラムを利用することができる。X11 の追加により、このバージョンはテキストのみのシステムからの移行を示す。多くの場合、実行中のプロセスに影響を与えることなく、クラッシュしたドライバを自動的に再起動することができる。このようにミニックスは自己修復機能を持ち、 高い信頼性を必要とするアプリケーションでも使用することができる。ミニックス3はまた仮想メモリ管理をサポートしており、これはデスクトップ OS としての利用に適している。バージョン3.2例ではユーザーランドの大部分がネットブースドのものに置換され、PKGSRC のサポートが追加された。これはミニックスで利用できるソフトウェアの数を増加させた。また、クランは 以前のコンパイラーを置き換え、GNU でばっかである GDB が移植された。続くミニックス3.3-0は2014年9月にリリースされ、ARM がサポートされた。2016年1月にはミニックス3.4-0 RC が利用可能になったが、ミニックス3.4-0の安定版リリースはまだ発表されていない。ミニックスは C、C、フォートラン、 モジュラマイナスに、パスカル、パール、バイソンや TCL などを含むプログラミング言語をサポートしている。また、ミニックスさんの開発コミュニティは2016年のミニックスコーム2016に50人以上が出席するなど、今でも活動中の状態である。2015年以降のすべてのインテルチップセットは、インテルマネージメントエンジンのソフトウェアコンポーネントとして内部的に、 ミニックス3を実行している。ミニックスの最初の開発時には、そのライセンスは比較的自由であった。ライセンス量は他のオペレーティングシステムに比べて非常に少額であった。多年バウムはミニックスを学生ができるだけアクセスしやすくすることを望んだが、彼の出版社は自由にコピーできる素材を提供したくなかったため、わずかな料金を要する制限的ライセンスが 妥協案として適用された。これにより、ミニックスを自由に配布されるソフトウェアシステムの基礎として使用できなくなった。1990年代初頭に、リナックスや 386BSD のようなフリーでオープンソースのユニックスライクなオペレーティングシステムが利用できるようになると、多くのボランティアのソフトウェア開発者たちはミニックスを放棄して、これらのオペレーティングシステムを指示した。 2000年4月、ミニックスには、パーミッシブライセンスのもとで、フリーで、オープンソースのソフトウェアとなったが、この時点までに、他のオペレーティングシステムがその能力を超えており、主に学生やホビーストのためのオペレーティングシステムで、あり続けた。ユニックスユニックスの普及展開、ミニックスオペレーティングシステムアンドリューエスタナナバーム著坂本文監修。 大西テルよ翻訳株式会社アスキー発行1989年4月21日発行13ページ ISBN4 から75610007ミニックス is now available under the BSD license エイプリル92000 m i n i x 1 w o, o d、H、u l, l. c o m ハットディベート Linux は時代遅れだ多年バウムアンドリュー・エス・ウッド・ハル アルベルト S、オペレーティングシステムズデザインインプラメンテション、ISBN0 から13から63万8677から6、奥区3579万2209、https、アーカイブ、org、ディテールズ、アプラティンシストムズ00種2011年8月2日、閲覧。マクミニックス、2020年8月1日閲覧。 サムノーツオンザフーロートリナックスカーファーファルリリース1.52016年8月20日閲ランタネンバウムアンドリュー S ミニックス 3FAQ2016 年8月20日閲ランヘルダー JNBOS H グラ B ホンブルク P タネンバウム S ミニックス3アクムシガアップスオペレーティングシステムズレビュー4080ドイ 10.1145、10. 11 45, 115万11 1374.1151391、シュミット、ウルリッヒ、ニューツーミニックス。2011年8月2日閲覧。ミニックスリリーシズ。wiki.minix3.org、2012年2月29日、閲覧。ミニックス 3.2a、マイケロカーネルウィズネットブスドアプリケーションズ、lwn.net、 インデックス・オブ・ ISO、スナップショット。ダウンロード。minix さん。org。二千十六年十月十四日閲覧。ミニックスコー二千十六 www.minx i さん。org。二零一六年十月十四日閲覧。ポジティブテクノロジーズリサーチ。ブログ。p t s e c u r i t y com。 2017年9月6日閲覧。ミニックス、インテル、エスヒルイン、チップオペレーティングシステムファット、ザミニックスライセンス。2007年3月23日閲覧。ありがとうございます。